はい、岩井先生から助けを受け取りました。今日も皆さんと共にお祈りをしていきたいと思います。今日はこのコロナウイルスに関して、特に日本政府のために正しい決断をすることができるように皆さんと共にお祈りしたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたはこのコロナウイルスの惨状をご存知です。いろんな人たちが今苦しんでいます。どうか神様の憐れみの御手が差し伸べられますように、また特に今日は日本政府の人たちが正しい決断をすることができるように祈らせていただきます。どうかあなたのことを知っていてもそうでなくても、神様の御心にかなった決断をすることができるように、いろんなしがらみもあると思いますけれど、でもそういったものではなくて、本当に必要な政策を決断していくことができるように助けてください。あらゆる惑わしをあなたが取り除いてくださいますようにお願いいたします。そして、今必要としている人のところに必要なものが届けられていきますようにお願いいたします。どうかこのコロナウイルスが一日も早く収束していきますように、そして再び、みんなで楽しくあなたを賛美したり、またスポーツをしたり、神様と共に交わっていくことができるように導いてください。感謝いたします。委ねてイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの助けを次の方にお渡しいたします。